今まで遊んだことのあるオンラインゲームの話が出たじゃない？うん、あったね。私ね、ラステーションの某ゲームはどちらかというと前のバージョンの方を結構遊んでいたのよ。その時もいきなり忙しくなってやめてしまったんだけど。やっぱあのタイトル定番だったんだね。実は私も遊びたかったんだけど、あの時持ってた PC だと動かなくてさ、結局ベンチマークの画面を眺めるだけだったよ。ネプギアが高性の PC を手に入れた頃にはもうハイプレイヤーだらけになってたし、家庭用ゲーム機で別のネットゲにハマってたから結局遊ばずじまいだったな。ラステーション国内だと家庭用ゲーム機にも対応していたのよ。うちのゲーム機を持っていればよかったのに。それにしても懐かしいわ。所属していたギルドにすごく親切な人がいたの。お互いに男性アバターだったけど、あの人も絶対中身は女性だと思うわ。だけど私の方は完全に男のふりをしていたし、あんなに親切だったのはひょっとしたら好意を持たれていたからかも。なんてね。まあ女同士で気があったってだけの話よ。それって相手も全く同じことを思ってたんじゃ、当事者でない私には何とも言えないけどね。私はクール系の銀髪キャラで、相手の方はいかにも女子が好きそうな金髪キャラで、漫画やアニメの主要キャラコンビって感じで並ぶと結構様になっていたわ。私あのゲームの男性用衣装が好きだったのよね。別にイベントで男装コスとかは捨てないわよ、決して。銀髪と金髪の二人組？その人ゲームや漫画に詳しいだけじゃなくて、トーク内容に作品愛があって話しているだけでも楽しかったわ。忙しくてログインできなくなった時、挨拶できなかったのが心残りなのよね。元気にしているかしら。なんか最近どこかで似た話を聞いたような。何よネプチューヌ、急に考え事？ううん、なんでもないない、まさかね。豆知識のお時間ですわ。ですが今のタイトルコールは微妙なので、次回はぜひ変えましょう。本日の紅茶はキャンディー茶葉ですわ。キャンディーの綴りは KANDY。 飴の風味がするお茶ではございません。癖がなくてブレンドにもよく使われる飲みやすいお茶なんですのよ。アイスティーで濁りにくいのもいい感じですわね。先に注釈が入っちゃったけど、私は飴しか思い浮かばなかったよ。名前の由来は産地なのですわ。キャンディーはセイロンティーの始まりと言われていますの。セイロンティーというのは特定の地方で採れる紅茶の総称で、中でも甘い香りが特徴のウバが有名ですわね。ふむふむ、セイロンがどこだかよくわからないけど、なんだかオリエンタルな雰囲気が伝わってくるね。果たしてこれらの地方がゲーム業界に存在するのかという質問は野暮というものですわ。以上、お茶の豆知識その1、私とベールがお届けしました。それでは良いティータイムを。
よう、いいところに来たな。ついさっき超重要なクエストが張り出されたばかりだぜ。わあ、これって神器を探すクエストだよね。ああ、間違いないよ。さっき遺跡から戻ってきた考古学調査隊から届け出があったのさ。行方不明だった神器の手がかりがついに見つかったんですのね。でも確か神器については騎士団が調査していたんじゃなかったかしら。オネイロ回廊で発掘作業をしている最中、偶然神器を奪ったボスモンスターを発見したんだと。辺りに徘徊する魔物も発掘の妨げになってるってことで、腕利きの冒険者の力を借りてボスごと一掃してもらいたいと考えたわけさ。考古学調査隊は神器に関しては一切の権利を主張しない、選ばれし者の手に渡るようにしたいとのことだ。なるほどね、大体わかったわ。それにしてもどうも黒騎士団にはなかなか活躍の場が巡ってこないみたいね。聖騎士団にももっと頑張ってほしいよね。まあそこは私たちが活躍すれば問題ないよ。うん、そうだね。そういえば魔法使いのギルドはストーリーに登場すらしていないような。お姉ちゃん、考古学って何？遺跡なんかで昔の人が使っていたものを調べて、当時どんな風に生きていたのかを研究する学問よ。ルビーでもよく学者は古い土管やお城を調べているでしょ。見たことある。昔のコインを探したりしてるわよね。この世界の遺跡にもコイン落ちてないかな。キラキラ微笑ましいですわね。私もルーケちゃんとお勉強会がしたいですわ。さて、思いはしばし胸の奥にしまうとしまして、調査隊が入っているということはダンジョンにお宝が設定されているということですわね。ユニちゃん、一緒に宝探しをいたしましょう。ようやく盗賊の出番ですね。私はコインよりも強化素材が転がっていたら嬉しいんですけど。何かいい武器の材料が見つかるといいよね。それじゃあ早速クエストを受注して。あれ、調査資料の納品クエストも一緒に出てるんだ。ということは新規以外のアイテムは調査隊の人に戻してあげた方がいいのかな。そこは必要に応じてうまくやるといたしましょう。あとは皆さん分かりますわね。おいおい、何でもいいけど、終わってみたら調査隊が発掘するものがなくなってたってオチはないよな。ギルドへようこそ。受注完了だ、頑張ってくれ。気をつけてな。私の槍さばき見せてあげるわ。ダンとホレオレ。まだですわ。この程度そこですわ。まだですわ。それ決めた。それ、
おや、そこにいるの。どこかで見た顔だと思ったら、この間会った人たちだ。そういえば自己紹介まだだったよね。私ネプテューヌ、よろしく。って実は名乗るまでもなく、プレイヤー同士は普通に名前が見えてるんだけどね。二人はキリアに十字黒猫姫十字。わあ、素敵な名前だね。そう、名前に姫ってちょっと痛くない？キリなんとか。最近オンラインゲームで特によく見る名前で。十字ではありませんわ、ネプテューヌ。それはダガーという記号で、あくまで飾りですから発音はしなくていいんですのよ。そうなの？まあ十字も可愛いし、何でもいいんじゃないかな。可愛い？ところで君たちの名前は、見たところみんなゲーム業界の女神様と同じのようだ。そういえば外見もそのままなのにゃ。ラリキーさんの集団なのかにゃ。うわぁ、こういう場合ってどうしたらいいのかな。正体とか隠すべき？隠すも隠さないも誰も本物だなんて思わないんじゃないかしら。そういえば、メールはいつもどうしてるの？別のゲームでグリーンハートとかって名乗ってなかった？説明しよう！リアルなゲーム業界では、メールが変身すると女神グリーンハートになるんだよ。これも一応、本名プレイってわけだね。確かに、あっちの4女神オンラインではグリーンハートを名乗っていますけれど、そのあたりは適当にごまかすに限りますわね。あまり参考にならないわ。というか、解説が入ったと思ったら、あなたもその記号を使ってたのね。名前を決めた当時はつい囲みたくなってしまう病だったのですが。やっぱりネット初期に避けては通れない道。いえ、なんでもないわ。にゃふふ、喋り方まで似せているのにゃ。てっきりロールプレイをするなら、もっと研究が必要だと思うにゃ。だって本物のネプテューヌ様はもっとプニッとしていて可愛いと思うのにゃ。これって喜ぶだから、アバターより本物が可愛いってことで OK？ 単に偽物っぽいって言われてるのよ。そんなこと言われたって本物だもん。おい君、なりきりはまだいいが、女神様のなりすましはさすがにどうかと思うな。それに他の女神様だって全然違う。ベール様はネトゲ廃人の引きこもりだとかいう妙な噂も流れてはいるが、実際には多忙を極める女神様がゲームをやり込むなんて不可能のはずだ。あら、女神様ならお仕事とゲームの両立なんて朝飯前だと思いますわ。そうかにゃ。それに本物のブラン様はもう少し平坦だった記憶があるにゃ。ノワール様だって本物にはもっとオーラがあると思うし、これではまるでコスプレだな。コスプレですって？あのね、好き放題言ってくれてるけど、あなたたちの方こそ本物の女神様に会ったことがあるのかしら？まあ、ノール様なら国のイベントで遠巻きに見たことは。悪いが、そろそろ解放してもらえるかな。僕たち少々先を急いでいるものでね。そう焦らず、あと少しだけお付き合いくださいまし。お二人にご相談がありますの。相談？シナリオ進路で言いますと、おそらくここにいる私たちがトップ集団。今後高難易度のクエストが発生した際には協力し合いませんこと？おお、仲間増えれば魔王討伐も楽勝だね。ボス戦で組む分には私は問題ないわ。司祭が増えれば
支援も楽になると思うし。確かに戦力としては心強いわね。どうかしら、悪い話じゃないはずだわ。ふん、愚問だな。僕は姫以外のためにこの剣を振るうつもりは。わーはい、素晴らしいご提案にゃ。姫？キリア、よくよく見たら皆さんとーっても強そうだし、特に園長団のベイルさん、いいえ、ベイルお姉様と呼ばせてくださいにゃ。今後は影からお慕いさせていただくことにしますにゃ。で、姫のことを何かと気にかけてもらえる。黒猫姫さん、そのようなこと突然言われましても。お願いですにゃー。姫、すっかりお姉様のファンになっちゃったのにゃ。あら、よかったじゃないベール、妹の方から寄ってきてくれるなんて。そうよ、なぜ動揺しているの。妹が欲しかったんでしょう。いやー、今度こそネペギアを取られる心配がなくなるわけだね。よかった、皆さん、この状況を面白がっていませんこと。それにお姉様というのは姉妹とはまた別ジャンルの代物ですのよ。お姉様、そんなこと言わないで。姫のことを本当の妹のように可愛がってほしいのに。ちょっと待った。やっぱり僕は断固として反対だ。姫、君のことは僕が守り抜くって約束したじゃないか。にゃにゃ、前のゲームでも姫を囲むギルドメンバーは大勢いたにゃ。まあ、いろいろあって空中分解しちゃったけど、キリアだってそのうちの一人だったはずにゃ。今さら何を言ってるのにゃ。それは。天使のように無邪気に振る舞い、悪魔のように僕の心をかき乱す。そうさ、僕は君を永遠に独占したいんだ。あなたの寵愛を一身に受けるためであれば、たとえ火の中水の中。嫌だ、キリアったら。まったく愛されすぎて困っちゃうよ。前のギルドがクラッシュしたのも、キリアが嫉妬に燃えてしまうのも、すべては姫が可愛すぎるせいだにゃ。姫は罪深き女だにゃ。なんだか人形劇のお姫様と王子様みたい。ワクワク。私、舞台や歌劇は好きな方だけど、どうもこのノリにはついていけないわ。そうね、教育にも悪いわ。ロム、ラム、見ちゃダメよ。へえ、なんで？お姫様、もっと見たい。ふぅ、仕方ないにゃ。キリアの気持ちは痛いほどよくわかったにゃ。ところはキリアのお願いを聞いてあげることにするのにゃ。本当かい姫。ああ、ありがたき幸せ。というわけで、姫の露払いは他の誰にも役目を譲らないよ。お姉様、今日のところはごめんなさいですにゃ。またどこかで出会ったら頑張ってほしいですにゃ。わかりましたわ。一段落したみたいね。話しかけるなら今だよね。キリアさんの装備している武器ってすごくレベルが高いですよね。
少し見せてもらってもいいですか？ん？これかい？わー、かっこいい！メカ要素がある武器ってこの世界では珍しいタイプね。うんうん、ユニちゃんなら分かってくれるって思ったんだ。おお、メカオとシスターズが一瞬で釣れた！なかなか。どうして僕、率直な称賛は嫌いじゃなくてね。よければ演舞の方でも披露しようか？え、いいですか？ぜひお願いします。キミヤ、そこまでサービスする必要はないにゃ。すまない姫、僕ともあろうものがつい。さて、ずいぶん長いをしてしまったが、一刻も早くボスを撃破しなくては。もう少しだけこの剣のディティールを観察していたかったんですけど。またの機会に頼むよ。君たちにもこの世界のトップを譲ることはできないからね。それではお姉様方、名残惜しいけど、バイバイにゃん。引いちゃった。いいなあ、私もあんな武器欲しいな。デブギアらしいね。あ、そうだ、武器のことだったらタムちゃんに頼んでみるのはどう？確かに、アジコーのタムソフトさんなら何か知ってるかも。私も一緒に行くわ。町に戻ったら相談してみましょう、ネプリア。うん。キリアさんに黒猫姫さんですか。意外とお茶目な一面もあることは分かりましたが、つかみきれませんわね。ちなみにハンドルネームに姫を使っているプレイヤーは高確率で主婦かネカマ。これは豆ですわ。やっ！比べて！比べて！そこですわ。
これでもかなり HP を削ったんだぞ。そうにゃん、
お姉様たちといえども納得できないにゃ。横取りだなんて、このままでは二人とも倒されてしまうだけですわ。ここにいる全員で共同戦線を張るのが上策ではなくて。そんなの真っ平だにゃ。人数が多いと経験値配分が少なくなっちゃうにゃ。じゃあ仕方ないわね。順番待ちしてるから、あなたたち二人だけで早いとかなんとかしてちょうだ。うん、嘘、それは話は分かった。つまらない対面にこだわるのやめて、提案を飲む。姫、彼女たちに協力し、ボスの息の根を止めよう。承知した。姫への思いにかけて必ずや。よーし、ネップネップにしてやんよ。オールグリーン対象全員キャンディーとしましょうね。離せ弱き者よ。離せ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 。Nice.
目覚めよ。新規を取り戻しましたわ。やったわ。今度はみんな一緒に一番ゲットね。同率首位が10人ってことは、次の人はいきなり11位になっちゃうんだね。まあ順位のカウントなんてされてないと思うけど。新規の名前はムーンストーンの、なんて書いてあるのかわからない。そわそわ。はいはい、もちろん私も読めないよ。ネプテューヌったらこんな感じも。と言いたいところだけど、確かに見慣れない字だわ。前に同家から聞いた説明の通りだと、かんざしよね。新規が髪飾りだなんて、なかなか洒落ていますわね。装備アイテムでないのが少し残念ですわ。とどめの一撃も奪われちゃったにゃ。最初から最後まで全くと言っていいほど見せ場なしだったにゃ。すまない姫、僕が至らないばかりに最愛の君にこんな恥辱を。ああもう、キリアは黙って。謝られれば謝られるほど余計に腹が立つにゃ。ふん、とどめの一撃や二撃どうでもいいにゃ。そんなことで勝ち誇るなんてお里が知れるというものにゃ。さあとっとと帰るにゃ。ああ姫の御心のままに。え、二人とももう帰っちゃうの？勝利の乾杯でもしようと思ったのに。まあブーケちゃん来た。これですわ。お疲れ様です。新規も残すところあと一つ。皆様よくぞここまでたどり着かれました。次が最後の新規ね。エメラルドの鏡だったかしら。でもどこにあるのかわからないんだっけ。騎士団の人をちゃんと見つけてくれたかな。はい、両騎士団による調査の結果、ついに所在が明らかになりましたです。その場所とは、この世界で最も古く最も神聖な場所。というと女神の祭壇かしら。いいえ、とてもいい線を言っているですが不正解です。え、違うの？ワールドマップに他に重要そうな建物なんてあったかな。これから入ってくるとか。わかりませんわね。ルーケちゃん、一体どこなんですの？最後の神器が眠っている場所、それは世界樹リーンベルデの麓です。この世界のヒロインたる姫があんなモブプレイヤーたちに無様に遅れを取るだなんて。本当に腹立たしいわ。そろそろ怒りを鎮めてくれないか姫。美しい君にそんな顔は似合わない。美しいだなんてそんなことはありすぎるけど、姫、誰かの風下に甘んじるなんて超絶ごめんなの。ああ、分かっているよ。姫は至高の存在。最後の神器は必ず僕が一番に手に入れ姫に捧げると約束しよう。
優秀に閉ざされたその顔に満開の笑みを咲かせてみせるさ。ずいぶん簡単に言うけどね、あの8人最初に出会った時とは比べ物にならないくらい強くなってるわよ。それは僕だって織り込み済みさ。だけど成長しているのは僕たちだって同じはずで、何者だ。ふふふ、激盛んだね。なかなかの気迫。ぜんざいぜんざい。姫たちに何の用？そう警戒しないでくれたまえよ。お近づきの印までにとっておきのツールをお目にかけようと思ったものだから。今すぐ消えてくれないか。そんな怪しげな話に耳を貸す僕たちじゃない。待ってキリア、いいわ。どんな魂胆があるのか知らないけど乗ってあげる。姫、姫、まずはツールとやらを見せなさい。話はそれからよ。
トへようこそ。クエスト達成だな。お疲れさん。受注完了だ。頑張ってくれ。ブランさん、これから狩りに行きませんか？ちょっと素材を集めたいんですけど。前衛じゃなくて私でいいの？持久戦になりそうだから、ブランさんに支援してもらえると心強いんです。どうかぜひ一緒に来てもらえればと。わかったわ。でもこのメンバーだと全員光栄になるけど、ま、私が倒れなければ問題ないわね。それに光栄が前衛に劣るだなんて私は思ってないから。な、何それ、かっこいい。気をつけてな。そんなに意気込んで。何か大変なことでも起きたのかい？途中で出会ったプレイヤーさんがすごくいい武器を持っててさ、ネブギアニユニちゃん、細かい説明よろしく。そうですね、レーザーブレード的な剣で言うとイメージが伝わるでしょうか。バトル中はあんまり見てる余裕がなかったけど、チャージ機能も搭載してるみたいでした。エネルギーを貯めれば強力な特殊攻撃が放てる仕様だと見てます。ほう、それは面白そうだな。機会があれば足が鍛えてみたいもんだ。とはいえ足もまだ始めたばかりで、正直この世界の武器全部を知ってるわけじゃない。わざわざ来てもらったのに悪いんだが、今んとこよくわからないな。レアな武器なんでしょうか？いつでもいいので何かわかったら教えてください。ユニちゃんの装備は剣じゃないよね。コレクション用？私はお姉ちゃんに装備してもらえたらずっと見ていられるからいいかなって。私は持ってるだけで一応満足ですね。よほどお気に召したって感じだな。よし、ちょいと探してみるとするかな。まあ何かあったらいつでも来てくんな。あっしもいろんな武器を見てみたいし、技術を出し惜しみするつもりはないからな。もちろん素材とベルはきっちりいただくけどね。むむむ、やっぱり何より先立つものは素材なんですね。そこは私の物欲センサー感度力にお任せだよ。攻略ついでに素材もビシバシ集めていこうね。次の方お入りください。です。こんにちは。実は最近悩みがあって。ねえシスター、ここって悩み相談も受け付けているのよね？私にできることは皆さんのお話をただ聞くことだけです。それでもよろしければいくらでも。ええ、分かったわ。率直に言って誰かに聞いてもらいたいしね。私ラステーションの女神のなりきりだとか、名前にルーがついてて黒髪ツインテールだからってネカマ疑惑が立ってるの。否定すればするほど怪しいと思われてしまうし、偽物扱いされるのはやっぱり嫌だわ。泣き寝入りはしたくないの。かといって公認アカウント化してもらうのも職権乱用っていうか、一プレイヤーとして自然にプレイできなくなりそうっていうか。それでも私はこのゲームが好きだから、これからも続けていきたいと思っているの。ふえ、なんか話すだけ話したら少し気が晴れたわ。ごめんなさい、じゃなくてありがとうかしらね。お気になさらず、聞くだけならいくらでもと言ったのは私ですから。ああ女神様、どうか迷える子羊にお導きを。